続いて阿部若菜さん、超意外な頑張った後に癒されるものとは。私でももっと逆にもうめっちゃ癒しっていうことやってるんですけど、これがマジで漬物。漬物マジでマジ漬物マジで私キャラがわからんかった。漬物を家で漬け始めて最近、浅漬けとか梅干し作ったりとか、でこの家に私の帰りを待ってる人がいるっていう私がお世話をしてあげないとダメなんですよ。それがもうなんか頑張ろうっていう気にもなるし、今日の朝漬けたやつ早く食べたいです。最近何つけた？最近でも白菜とか。食べたいなそれ。私梅干し食べました。いただきました。はい、私が作り梅干し瓶でいただきました。いいのいいの。梅干し10キロぐらいつけたんです。大事に今度楽屋に持っていきます。